ハーベイウォールバンガーはウォッカベースのカクテルで冷たいタイプのロングドリンク。なお、スクリュードライバーにガリアーノを浮かべたカクテルとも言うことができる。このカクテルの由来には諸説存在する。このカクテルを飲んだ後、ハーベイというものがふらふらになって壁にぶつかったことがカクテル名の由来だという説がある。しかし、ハーベイが飲んだ酒は不明だが、 ハーベイは壁にぶつかったのではなく、頭を壁にぶつけたのだという説もある。さらに、ハーベイがサーファーであったという説とセールスマンであったという説があるのだが、この時、サーファーであったにしてもセールスマンであったとしても、酔って壁に頭をぶつけたことには、変わりはないとする説もある。ところが、サーファー説には、カリフォルニア州のサーファーであったハーベイが、 大会に負けたか勝ったかは不明だが、焼け酒にしろ祝い酒にしろ、大量の酒を飲み、酔ったハーベイが壁を叩きながら帰ったので、彼が壁叩きのハーベイと呼ばれるようになったからという説もある。なお、セールスマン説には、ただ単に頭をぶつけたのではなく、売り込み中の一幕が関係しているという説もある。それによると、ガリアーノのセールスマンであったハーベイは、 バーでこのカクテルを作り振る舞うとき、彼は自分でもこのカクテルを飲んで酔っ払い、頭をぶつけながらセールスして回ったから、このカクテルがハーベイウォールバンガーと呼ばれるようになったのだという。ただ、いずれにしても、ハーベイという人物がカクテル名の由来となっており、ハーベイという人物名を冠していることは共通している。氷を入れたゾンビグラスに、 ウォッカとオレンジジュースを入れてステアする。そこにガリアーノをフロートさせれば完成である。なお、グラスにオレンジを飾ることもある。ありがとうございます。